はい、どうも、皆さん、こんばんは、モッティです。モッティビーツもご覧いただきまして、ありがとうございます。ですね、本日のスプラトゥーンの動画はですね、ちょっと内容を急遽変更して、動画アップしております。というのも、何かと言いますとですね、ちょうど1週間ぐらい前のフェスからですね、ちょっと、左スティック、Wii U の左スティックがですね、かなり、効きが悪くなっていると、まあ、特に上方向の入力が、まあ、全く入らなくなる時が、時たまあると、いう話をですね、してたと思うんですけれども、一週間経ちまして、この度、完全に、ほぼお亡くなりになられました。はい、ここ一週間は、まあ、聞く日もあるし、聞かない日もあるし、みたいな、割となんかよくわかんない感じだったんですけど、もう今日は、とにかく表情がひど、症状がひどいというか、まあ、ほぼ聞かない、ほぼ聞かない、むしろ止まるレベルな、聞き方になってしまって、もう完全にこれは壊れたなと思いましてですね、この度、修理をしようかなと思ってます。まあ、かなりちょっと僕も落ち込んじゃって、だいぶ言葉が出てこないんですけれども、なのでですね、ちょっと向こう、多分どうなるかな、向こう3日から1週間ぐらいになるかなと思うんですけども、スプラトゥーン、まあ、および、スターフォックスゼロですね、の、Wii U の実況動画はですね、一時休止させていただきたいと思います。本当にたくさんの方にご覧いただいて、まあ、たくさんの方に、楽しんでいただけてる、動画なので、僕としてもものすごく心が痛いとかいうレベルじゃないんですけれども、もうこればっかりは仕方ないので、お休みしようかなというふうに思ってます。すいません。はい。でですね、まあ、ちょっと実際にどういう風にやろうかなと、今後の一週間ぐらいと思ってるんですけど、まず、もうこの動画を撮る直前に、周囲キット的なものをポチりました。この後、コンビニ支払いの通知が来たらそのままコンビニに速攻振り込んできます。振り込んできますってか、支払ってくるんですけど。で、まあ、その修理キットが、まあ、おそらく週末、今週末届くかな、日曜日届けばいいんだけどな、とか思ってるんですけど、届き次第、Wii U のゲームパッド修理しまして、で、どうにか治ったらすぐ、実況再開していこうかなというふうに思ってます。で、もしそれで治らなかったら、近くのゲーム販売店とかをですね、何件か回りまして、この Wii U のゲームパッド限定の、オンリーの、てかこれを買ってきます。結構値段が張るので、ちょっとそういう意味でもちょっと懐が痛いっていうのもあるんですけど、で、それで、まあ一応解決しようかなと思ってまして、ただそれでもどうしようもなかったら多分 Amazon とかでポチることになるので、そうなってしまうと多分来週の中頃までは、多分なくなっちゃうのかな、スプラトゥーンはな、みたいな、できないのかなっていう感じになります。はい。ですね。まあそういう感じでございます。ちょっとあとは、ちょっと経過を見ざるを得ないですね。とりあえずね。で、ちょっとちなみにどういう感じの症状になってるかというと、左スティックだけなんですよ。パッド全然元気なんですよ。ボタンも全然元気なんですね。で、左スティックも全部が全部悪いってわけじゃないんですよ。上だけなんですよ。左とか、まあ右とか、下とか、全く問題ないんですね。で、上とかも、ちょっと左上とか、ちょっと右上とかも大丈夫なんですよ。真上なんですよね、ダメなのが。わかります?わかります?で、しかも、たまに聞くときもあるんですよ。こういう感じ。でも、初動ダメじゃん。ダメなんですよ。もうこれだけでもだいぶ不具合はある、これとか、多分ね、右スティックとの兼ね合いも多少あると思うんですよね。カメラずらしたりとかすると、多少、良くなったりとかすると思うんですけど、あー、ひどい。いや、マジでひどい、これは。あ、こんなにひどいんだ、これ。そんな。おー、あー、あ、みたいな。まあ、そういうことなんですよ。要は。まあ、とりあえず、そういうことなので、まあ、ちょっと何日間休むことになるかわからないですけど、とりあえず、もう本当に急ピッチで、緊急で、進めていきたいと思ってますので、まあ、しばし、3DS の動画等々で、お楽しみください。以上、モッティでした。修理動画とか上げるかもしれないんで、その時見てください。はい。では。